ジかよ。貸したの昨日なのに早すぎだぞ。みんなすっごい面白かったから一気に全部見ちゃったよ。続きも早く見たい。8は入ってたんだぞ。それを一晩でとはすげえぞ。よくそんなにもぶっ通しで見てて親が文句言わないもんだぞ。みんなの部屋で見てたから。ヘッドホンでこっそりだからお母さんにもバレてない。お母さんはみんなの見るテレビに干渉しすぎだよ。お母さんのせいでいっつも面白いテレビが見られない。自分の部屋に自分専用のテレビがあるのか、すごいぞ。それよりどうだった仮面剣道 V6 嵐。すっごいかっこよかったし、イケメンいっぱいで幸せだった。早く続きが見たいよ。女の子がさらわれたままで後編に続くとかすっごい拷問だよ。ふっふっふ、拷問だろう。続きも見たいだろう。明日持ってくるぞ。ありがとうかりんちゃん。みなは仮面剣道のどこが良かった？ヒーローが来るべき時にバシーンとちゃんと登場するのがいいよね。そうそう、もうダメだここで来なきゃ嘘だって時に必ずバシーンと現れる。あの時のねカタルシスがねいいんだよね。うっとりしちゃうよ。どうだ、魔法のファッションスターもいいけど仮面剣道もいいだろう。どっちも好き。どっちもピンチの時に最高のタイミングで助けが来てくれるのが気持ちいいの。助けに来てその後に大暴れするところが一番気持ちいいだろう。そこよりは助けに来てくれた時の方が好きかな。まだ敵をやっつける前なのにミナのカタルシスはそこなのかよ。もちろん仮面剣道が敵をやっつけるところもすっごい好きだよ。でも一番盛り上がるのはやっぱり助けに来てくれたその瞬間なの。私的には絶対悪を叩きのめして必殺技をぶち込んだ瞬間だけどな。正義貫徹、ここだろ。最高のシーンはここなんだぞ。ミナが変なのかな、カリンちゃんが正しいのかな。多分カリンちゃんが大多数でそして正しいんだろうね。ミナ、どうしてミナは悪をやっつけるシーンよりも正義のヒーローが登場するシーンの方が好きなんだよ。確かに私はやっつけるシーンの方が好きだぞ。でもそれじゃあ好きなシーンは一つだけだ。ミナの好きなシーンも好きになれたら私は仮面剣道を倍楽しむことができる。だからさ、ミナのおすすめシーンの魅力をさ私にも教えてくれると嬉しいぞ。うん、あのねミナも考えたんだけど多分ねミナとカリンちゃんは感情移入してるキャラが違うと思うの。つまりミナは主人公以外に感情移入してるってことなのか。誰にだよ。もちろん可愛いヒロインだよ。ヒロイン？全然強くないし変身もできないし必殺技も使えないぞ。ミナは別に必殺技を使いたいわけじゃないな。というか逆かな。
むしろミナのピンチにヒーローが現れてミナのために必殺技を使ってほしいの。私、女の子のつもりなのに完全に男の子目線だったんだな。別にカリンちゃんは何も悪くないよ。むしろカリンちゃんの楽しみ方が正しいと思うもん。だからカリンちゃんは変じゃない。そうか。むしろ今のカリンちゃんがカリンちゃんのままでカリンちゃんらしくいてくれた方がずっとずっと素敵だよ。ミナはそんなカリンちゃんが大好きだもん。そうか。ミナが嬉しいなら私も嬉しいぞ。というかね、もしカリンちゃんもヒロインだったらね、助けに来てくれる人がいなくなっちゃうの。ミナがヒロイン、カリンちゃんがヒーロー。ほらね、ミナたちの相性はぴったり。まあ、ミナがお姫様やヒロインになりたいという気持ちは理解できたが、男子に絡まれるたびに私が助けに行かなきゃならないのも結構大変なんだぞ。へえ、ヒロインが助けてって言わなきゃ正義のヒーローも登場できないんだよ。別にヒーローは誰かが助けてって言わなきゃ登場できないわけじゃないぞ。ないよ。仮面剣道 V6 嵐の第1話から第8話までで誰かが助けてしないうちに登場したこと一度もないもん。おお、確かにそれもそうだが、ピンチに駆けつけるからヒーローなの。誰も呼んでないのに来たってお邪魔なだけ。だからピンチに助けを呼ぶヒロインこそがヒーローに欠かせないパートナーってことなんだよ。カリンちゃんはカリンちゃんのままでいいの。ミナがヒロインだからカリンちゃんがヒーローなの。だからミナがピンチになったらこれからも助けに来てね。これはこれは、珍しいものが釣れたわい。こんにちは。僕は物じゃありません。
クーちゃんという名前があります。これはこれはさらに珍しい。物が喋ってその上名乗りおるか。そうだ、僕は猫のはずなんだ。でも手もない、足もない、尻尾もない。僕は一体何なんですか？猫ではなくやっぱり物なのでしょうか？うん、まあ久しぶりに垂らした釣り針にお主がかかったというのも何かの縁。どれ、見せてもらうとしよう。クーちゃんなる猫の生き様をな。気にすることはないでな。背の長さなど大した意味はない。要はどれほど濃密に過ごしたかだ。それにしてもお前さんは月がないな。こたびもそうだが、その前もまた若くして命を失っておる。大好きだった友人たちとまた一緒になりたくて、その未練がそのままお前さんを形作ったというわけか。難しくて僕にはよくわかりません。うん、猫となる前の生も苦労が多かったようだな。若くして病気で死んだが、死の際の願いの通り二度と引っ越しなどせずに済む身となって、大好きだった少女たちのところに再び戻ることができた。僕の大好きだった彼女たちは、僕が猫の前から大好きだったということですか？そうだと思う。そして少女たちの危機を、命を投げ出して救い、再び短命に終わるとは。うん、それも生き様といえばそれまでだが、不憫よな。二度も短命に生涯を終え、その上その都度友人たちとの時間を断ち切られてきた。その不憫に加え、我が身を投げ出して友人たちを救ったお前さんの献身、褒めてやらぬわけにはいくまいな。そもそも私の釣り竿にかかったことこそ何かの縁。クーちゃんとやら、お前の望み言ってみるがよい。え、何でもいいんですか？生き返らせてください。でも OK だぞ。今宵は大盤振る舞いだわい。再び大好きな友人たちの輪に加わり、今度こそ未練なく生を満喫するがよかろう。だったらその、あの、何でも言ってみるがいい。すごいわがままなんですけど、あの、生き返るんじゃなく生まれ変わりたいんです。やはり猫では嫌か、人間がいいかね？人間の女の子に生まれ変わりたいです。異なる性別にか。実はな、魂そのものに性別があるのだ。お前さんはオス、男。何に生まれ変わろうとも常にオスか男に生まれ変わるのだ。知らなかったです。性別ってずっと変わらないんですね。そうとも、そうでなかったら流行り廃りで性別がどちらか一方に偏ってしまうであろう。そっか、どちらかの性別に極端に偏ったら
子孫が増やしにくくなってしまう。一部の生物の中には途中で性別が変わるように見えるものもあるが、あれも魂の性別までが変わっているわけではないのだ。大いなる者たちの試行錯誤の末、魂の性別と配分は厳密に決められることになったのだ。クーちゃん、お前さんはなぜに女へ生まれ変わりたいのだ？男で良いではないか。こう一点ならぬ刻一点、女の子たちにチヤホヤされてハーレムモードだぞ。僕はオスや男という性別がきっと嫌いなんです。ほう。オスはいつだってオス同士で何かを張り合ってる。出会えばまず争い、どちらが上で下か優劣を決める。一度負けたらずっと虐げられなければならない。それが嫌なら再び争わなければならない。さもなくば勝てそうな相手を探して争いを仕掛けなければならない。野生の掟だの。それはオスだけでなく人間の男も変わらぬ。オス同士に、男同士に友情なんてないんです。出会った一番最初にどちらが上か下か必ず争ってる。男と出会うたびに男の数だけずっとずっと争わせ続けられる。男同士の友人たちは対等な関係にはないということかね。はい。序列がはっきりとし、それを互いが受け入れると表向き友情と呼ばれる感情が芽生えます。しかしその時の序列やその力関係の差によって、表向きは友人同士でもいびつな関係を強いられる。それがオスに刻まれた一番の恐怖だから。だから争い続ける。序列が転落する恐怖がせき立てるがゆえに。どんな生き物に生まれ変わろうと、オスはずっとこの恐怖から、永遠に争わされる地獄から逃れられない。でも女子は違う。みんなはいつもいつもとっても仲良し。僕たちの世界のような、ことあるごとに優劣を牽制し合うような見せかけだけの友情じゃない。僕は人間の女の子になって、今度こそ本当に大好きなみんなの本当の友達になりたい。なあクーちゃんや、私も時折人の世のインターネットとやらを見るでな。男はイケメン以外うんこ製造機だの、女は人生イージーモードだの、そういうのは一応は知っておる。
男同士は出会えばまず敵、出会った数だけ争いが起こる。そして屈服した方が服従することを男同士の友情と呼ぼうとする。何が友情だ。でも女の子は違う。初対面であってもまるでずっと以前からの友人だったかのように親しく付き合える。いつも優しさといたわりにあふれている。誠意があって、思いやりがあって、無償の愛がある。どうして男はずっと男に生まれ変わらなきゃいけないんですか。僕だって女の子に生まれたい。女の子として生きてみたい。風花とカリンとミナとドレミと仲良し5人組の輪にまた加わりたい。女の子として、今度こそ本当の仲良し5人組に加わりたいんだ。よかろう。そこまで言わせてそれは無理だ。ではちと白状が過ぎるのでな。そうであろうな。女子の世界はいいぞ。ふわふわでキャッキャでウフフだ。お花に蝶々、小鳥のさえずり。叶えてやろうとも、クーちゃんよ。人間に生まれ変わらせるのは私にとっては造作もないこと。その上でさらに女子にも生まれ変わらせてやろうぞ。ありがとうございます。嬉しいです。だがな、クーちゃんよ、魂の性別を変える秘術には私の力だけではちと足らんのだ。僕の望んだことなんですから、僕にできることなら何でもやらせてください。うむ、いい返事だ。だがな、あらかじめ言っておくぞ、クーちゃんに求めることは決して楽なことではないぞ。それは試練とも呼ばれるものになる。それはとても大変なものなのですか。いや、大変なのは当然だ。僕だって甘えてはいません。仙人の術はいつも決まって求めるものに厳しい試練を課してしまうものだ。だからはっきりと先に断っておく。辛い試練だぞ。試練を受けたこと自体を後悔するやもしれぬ。大好きなみんなと今度こそ女の子として再会できるならどんな試練だって耐え抜きます。わかった。クーちゃんの頑張りしっかりと見届けるからの。どんな試練なのですか。今教えたところで試練になればそれは忘れてしまう。だが忘れてしまっていてもお前さんは自分で思い出し気づかねばならん。何かを思い出し何かに気づく試練。そうか。それが見事成し遂げられたならお前さんの望み必ずや叶えてやろうぞ。では人の言葉を聞けるように人の耳を持つ姿を与えよう。つまりは人間の姿ということだな。人間に生まれ変わることで一度全ての記憶は麻痺する。おそらくお前さんはなぜ自分が試練を受けているのかそれさえも思い出せんだろう。だがそれでも思い出しお前さんが思い出さねばならぬあることを思い出しあることに気づきそれを解き放つのだ。
それができたとき、お前さんの望みは成就されるであろう。その奇跡こそがお前さんに求める協力であり対価でありそして罰になるのだ元木空君よ。さあその檻に入るがよい。さあそれではお前さんの君の試練を始めよう。試練は12回繰り返される。12回を終えて君がある一つのことに気づけぬならばそれができねばこの試練は失敗に終わる。私はずっと見守っているぞ。行け。奇跡を祈るぞ、少年よ。女子になりたいか。女子に囲まれてチヤホヤされてイチャイチャラブラブしたいという願いならば簡単に叶えてやれたのにな。それでは試練を始めよう。時間は5分。君たちの本当の姿を存分にさらけ出したまで。少年よ、これが11回目になる。試練の終わりの時は近いぞ。君が奇跡を起こせることを私も祈っておるぞ。マジかよ、マジかよ、ふざけんな。カリンちゃん、大丈夫、大丈夫。私、死ぬのか。こんな不気味な椅子に座ったまま死んじまうのかよ。そんなの嫌だよ。カリちゃんが死んじゃうなんて嫌だ。なんでカリちゃんが死刑囚になっちゃうの。どうして、どうして、よりにもよって、どうして、気が足りなかったんだろうさ。どうしようもないよ。カリちゃん、カリちゃん、やだやだ。みんな、とにかく何かを探そう。みんなで生きてここを出るための何かを。やり尽くした上でなら諦めもつくだろうが、ただの
負けじゃねえかよ。私にできるのはここに座って泣き言を言うだけ。こんなんじゃ納得なんかできるわけねえんだぞ。確かに一理ある。え、無論私たちはベストを尽くすが、あとほんの数分でここから全員が脱出できる方法が見つかる可能性は低い。最後の時、せめて3人で生き残るために苦渋の選択をしなければならないこともあるだろう。まだ探し始めて1分も経たないのにもう泣き言？あと数分しかないという方が正確だ、風花。もちろん探す手を休める必要はない。だがみんな耳だけは貸してくれ、カリンのために。私？何の話だよ。もうじき訪れる最後の時、私たちは死刑囚を生贄にすることを受け入れるしかない。嫌だよ、カリンちゃんを生贄にするなんて絶対に嫌。もちろん私だって死にたくないぞ。でも本当に最後の最後までどうしようもなかったら、私の拷問レバーを引いてくれ。どう転んでも私が死ぬのが揺るがぬ運命なら、せめてみんなが生き残れる結果の方がいいに決まってるさ。それ以外に方法はないと納得できたならでしょ。それはもちろんだが。何の話をしてるの、ドレミ。カリンにも納得する時間をあげたい。つまりカリンにも生き残るために努力する時間を与えたい。今風花がそうしているように、カリンにもまた生き残るために探したりあがいたりする権利があるはず。そりゃもちろんそうさせてもらえるなら嬉しいぞ。どうせ死ぬならわずかの時間でもあがきたい。それで徹底的にあがいた上でどうにもならないと分かったなら、私も自分が死ぬしかないという運命を納得できる、受け入れられる。そうだよ、カリンちゃんにもチャンスをあげて。カリンちゃんは力も強いし、ひょっとしたら力ずくでなんとかできちゃうかも。私は反対。この首輪や鎖が力ずくでどうにかなるものじゃないってのは、一番最初にみんなで調べた時に分かってるでしょ。カリンにも時間をあげたいって言い分は分かるけれど、でも冷静になって。ちょっと傲慢な言い方をするね。この中で一番頭がいいのが私。カリンに時間をあげるということは、ピエロの私が死刑囚になって拘束されるということ。風花のいいところは頭なんだろう。ならそれは座っていても問題ないはず。無罪。みんな、いきなり何すんの？ふざけんな！ごめんね、カリンちゃんにもチャンスをあげたくて、ついじゃねえだろ、ついじゃよ！お前のしたことはな、この中で一番頭が良くて、一番ここからの脱出に貢献できる人間を殺したのと同じなんだよ！カリンの自己満足のために自由時間、そんなわけのわかんないもんのためにやることじゃねえ。バカか、死ぬのか。死にてえなら一人で死ね。消えてんのか、みんな。あ、黙れ。は？黙れと言ってる。何もかもが風花を中心に回っていると思うな。
いい機会だから私も全部吐き出させてもらう。フーカー、お前のそういう傲慢で自己中心的なところが昔からずっとずっと嫌いだった。ずっとだ。高校以前から、中学校以前から、小学校の時からずっとずっとお前のことが大嫌いだった。昔からって、小学校の時からって、嘘だもん。ドレミはずっと私の一番の親友でいてくれたじゃない。お前はエチケット袋のことを親友と呼ぶのか？ゲロを吐きたいとき、それを吐き出す袋のことを親友と呼ぶのか？お前の胸中のどうでもいいゲロカス感情を吐き出したいとき、いつでも気軽に呼び出され、聞き役にされていた私のことを親友と呼ぶのか？ああ？もちろん、みんなや先生が推薦してくれるんだから、答えないと悪いと思って。でもね、クラス委員長なんて嫌だよ。私、そういうの本当に嫌なんだよ。なら、それを正直に言ったらいい。でもね、みんなの期待に応えてあげたいって気持ちも確かにあって、それでも私は…嫌なら嫌と言った方が…そういうことじゃないの。でも仕方がないとも思うし、だから、でももう、でね、思うの。だからいつも、でもやっぱり嫌で。それでね、聞いてる？ドレミ、やっぱり私は。でもくじけちゃダメだよね。でも本当はもう楽になりたい。どう思う？ドレミ、聞いてる？ドレミ。あんたのことを嫌いになった一番最初の出来事は、違う。あの日、思い出せば思い出すほどに、あの日があんたを致命的に嫌いになった日。覚えてる？あの日のあの電話。電話？学校が終わって家にあんたから電話がかかってきた。覚えてるだろ？あんたの一世一代の大失恋の。受話器のこっち側にまで溢れてきそうなくらい、風花は泣いて泣いて泣いて泣きじゃくってたね。風花のゲロ袋になれた私は
これまでで最大のゲロ袋になると予感したよ。まあそれでもあの五条風花の失恋話が聞けるなんて私だけの役得なんて考えてこらえようと思ったよ。でもあの日の風花はそれだけじゃ満足しなかったんだ。親に絶対に受け取ってと言われた宅配便が来るから絶対に留守番しているように言われてる。私は何度もそう言ったのに、そう言ったのに。そうだよね、電話越しじゃ気持ちよくゲロを吐けないもんね。あんたは私の頭をがっちり抱え込んで私の喉の奥に直にゲロをドボドボと吐いてやりたかったんだもんね。ドレミ、悪いのは私だって。あんたの家に引きずられていったわけじゃない。結局は私が自らの足であんたの家に行ったんだから、だから悪いのは私。でもね、行かなきゃあんたは本当に死んでしまうかもしれない、そう思ったんだよ。私はあんたと違って頭も良くないし美人でもない、家も貧乏で人に尊敬してもらえるようなことなんて何一つなかった。でもそんな私が学年一の美少女に相談相手という名のエチケット袋にしてもらえている、一方的にゲロを吐かれるだけの関係、それを拠り所にしてる私だったけれど、ゲロ袋じゃなく本当の親友としてあんたを受け止めてあげるべき瞬間は今じゃないのかって、そう思ったんだよ。ドレミのおかげですっきりした。あの時分かったよ、バカなのは私一人だった。私は憧れの女の子にゲロ袋にしてもらえることに悦を覚えるだけのただのゲロ袋。顔も悪い、頭も悪い、うちも貧乏、家もみっともない。ただ憧れの女の子にゲロ袋にしてもらえることだけが生きがいのゲロ袋。それなのに自分は本当に風花の親友なのかもしれないなんて恐れ多い誤解をしてしまった。だから悪いのは私、身の程を知らなかった私の傲慢のせい。風花は悪くない、可愛くて賢くて誰もが憧れる女の子。だから悪いのは私、
私が悪い、私が悪い。両親にほっぺたが腫れるくらいに引っ叩かれた。でも辛いのはそれだけじゃなかった。あんたに呼び出されて留守だったから。ソラ君は玄関の前に置いていったんだよ。中身もずぶ濡れ、手紙もずぶ濡れでほとんど読めなかった。中には私があの頃欲しいと思ってた会話ができるぬいぐるみが入ってた。すごいね、ソラ君は。さりげない会話の中から私が欲しいものをちゃんと聞いてたなんて。でもね、壊れてた。雨でずぶ濡れで壊れてたんだよ。あんたに呼び出されなければ留守番をしてられた。宅配便も受け取れた。親にも怒られなかった。ソラ君のプレゼントだってちゃんと受け取れた。泣きたいのはこっちだった。あんたは私をゲロ袋にしていい気分。でも一番ゲロを吐きたいのは私の方だった。何よりも泣きたいのはそれに長いこと自覚できなかったこと。仲良し4人組、悩みを打ち明けてもらえる関係、それらで自分を包み込み、私はゲロ袋なんかじゃないんだってずっとずっと自分を騙してきた。それを今私は全部あんたに吐き出す。あんたのこと、あの日からずっと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 嫌いだった。大嫌い。私、花房ドレミはあんたのことは、五条風花のことがずっと大嫌いだ。そうだよ、ドレミ、ドレミ。ソラ、ミナ、時間はもうわずかだよ。カリンも、せっかく風花が変わってくれたピエロなんだから。ああ、風花、本当に感謝するぞ。きっとみんなで脱出できる方法を見つけ出すからな。せいぜい探してよね。見つからなかった時、納得できる程度に。どこから探す、どこから探す。目につくところはみんな調べた。特に思いつかないなら拷問椅子を調べてみて。犯人が用意したこの部屋から出る唯一の方法は拷問椅子の仕掛けのみ。そうだな、調べる価値はあるぞ。あの子の入った檻は天井から落ちてきた。ということは檻を吊ってるあの天井は出入りできる仕掛けがあるってことだよね。着眼点は悪くない。だがこの鎖がある限りどうにもならん。仮に犯人の気まぐれで脱出用エレベーターの扉が開いたとしても、首輪と鎖をどうにかできない限り乗り込むことはできないんだからな。乗り込むだけはできるんじゃないかな。だって犯人は言ったよ、この部屋のすべては断熱性に優れた金属でできているって。
ほど。エレベーターの中でならこの部屋の炎から一時的に逃れられるかもしれないということか。そのエレベーターが気まぐれに動き始めたらどうするの？そもそも鎖がある時点で扉が閉まるとは思えないけど、仮に動いたら首輪とエレベーターに挟まれて首が潰れるよ。そっか、意味ないか。結局はこの鎖が全ての元凶なんだ。こいつがどうにかなればこんな不気味な椅子に引き寄せられることもねえし、ここから逃げ出す手だってどうにかなるかもしれねえってのにな。みんな、そろそろいい？当然の決断だけど、これほどのデスゲームを用意する犯人が隙を許しているはずもない。これはカリンだけじゃなく、私たち全員にとっての運命を受け入れるための儀式でしかない。くそ！くそ！みんな、分かってはいたが、認めたくなかっただけのことだ。だが、もうみんなで認めよう。この部屋からデスゲーム以外の方法で脱出する方法はないってこと。そんな。カリン、納得はできた？おう、時間遅れてありがとうな、フーカ。カリンちゃん。仕方ないさ、私が死刑囚だ。それを納得するための時間はフーカにもらった。だからフーカにそれを返さないと。嫌だよ、カリンちゃんが死んじゃうなんて嫌だ。カリンちゃんがいない学校なんて嫌だ。ミナはいつもカリンちゃんに助けてもらったばかり。そしてそれを楽しんでる、喜んでる。だからいつも自分を顧みないでいじめられることを楽しんでる。失敗しちゃうことを喜んでる。またカリンちゃんが助けに来てくれる。カリンちゃんが構ってくれる。お姫様みたいに助けてくれる。嬉しいな。でもね、それはきっとカリンちゃんに迷惑をかけていたと思う。ミナはカリンちゃんに助けてもらうことを犬か猫が餌を食べるように一方的に貪ってるだけだった。きっとカリンちゃんにだってミナのことをうざいとかめんどくさいとか思ったことがいっぱいあると思う。なんなの？心の中のこと全て吐き出した。だからミナもするね。はあ、したらいい。どうせここは地獄の底だ。エンマ様の前じゃ心に嘘なんかつけないんだ。うん、だから言うね。カリンちゃん大好き。いつもありがとう。そして本当にごめんね。今までごめん。助けてもらうばっかりで、ミナがカリンちゃんを助けようとしたことなんて一度もなかった。ミナ、だからね、今度こそミナが救うよ。今度はミナがカリンちゃんを助けるば。何を言ってんの？わけわかんねえこと言ってないで、早く私に無罪宣告をしなさいよ。有罪。ミナ！
間違ってる。これはおかしい。ダメだダメだダメだ。何もおかしいことはないんだよ。だって死刑囚は風花ちゃんなんだよ。かりんちゃんじゃないんだよ。それはそうだが、でもダメだ。こんな騙すみたいなのはダメだ。死刑囚は私だった。私が覚悟を決めるだけ、それだけのことだったんだ。そんな私の自分でもあがいてみたいという願いに風花が応じてくれただけで。風花は別に応じたりはしてない。そうだよ、かりんちゃんを死刑囚から救いたいというミナの気持ちで宣言を出したの。それでもダメだ。こんなのはおかしい。風花がかわいそうだ。確かに風花は少し冷たくしたところもあっただろうさ。でも仕方がない。風花はピエロだったんだ。下手をしたら死刑囚になりかねない立場だった。それじゃあ仕方ないさ。私は風花を責めない。逆だったら私もああだったと思うぞ。カリン、ミナやドレミがみんな自分の本音を言い合っているようだから、私も言わせてもらう。私は風花のこと好きだぞ。ミナが私のいない学校が嫌だと言ってくれたように、私も風花がいない学校なんか嫌だ。知らないのか、お前だって風花に。何も知らないしどうでもいい。私はさ、空気も読めないし、約束も忘れるし、物事の順番もつけられない。私一人がご機嫌でさぞや周りにたくさんの迷惑をかけてきただろうと思うよ。だから風花に私に対して思うことがあったとしても、それには驚かないし否定なんかできない。ただただ一番大切でシンプルなことは、ミナが言ってくれたことと同じ。ドレミには悪いけど、ミナにも悪いけど、私は風花のことが好き。風花のいない学校なんて、風花のいない明日なんて迎える気はないんだからね。カリン、あんた本気？ああ、本気だぞ。というか、みんながボロクソに言うのを聞いてて、私も吹っ切れちまった。ミナ、私を死刑囚に戻せ。嫌だよ。私は誰が死刑囚であろうとここから動かないぞ。私にはもう死ぬ覚悟はできている。私以外の人間が生き残れるかどうかはミナとドレミの問題だ。ドレミ、風花の拷問レバーを引いたら、私はお前も道連れにする。カリン、そろそろタイムオーバーみたいだぞ。面白いもんだな。死ぬって覚悟を決めたら、ただのサウナにしか感じなくなったぞ。ミナ、カリンを死刑囚にするんだ。嫌だよ、絶対にしない。あんたはさっさと風花ちゃんの拷問レバーを引いて。分かってるよな、それを引いたら。あとはドレミとミナで仲良く決めたらいいさ。誰が言い出したやら。何が仲良し4人組だ。なあ風花、カリン、あんたは結局脱出方法を見つけられないばかりか。結局全員を死なせてしまうわけだけど。マリーナ、本当に。でも私のことは救ったわ、この地獄の底で。
あんたにあれだけの言葉をもらえた。私もミナにあれだけのことを言ってもらえて嬉しかったよ。ドレミ、エチケット袋なんて思わせて本当にごめんね。でもね、これだけは信じてね。それでも私はあなたのこと大の親友だって思ってるんだよ。ソラ君、今日でこの学校も最後なんだね。そうだっけ。転校なんていつものことだから気にもしてなかった。ソラ君は寂しいとか感じない？その感情はもう何度も噛みしめてる。だから気にしなくなっただけさ。かっこいいこと言うぞ、ヒューヒュー。私たちにとっては友人と転校で別れるのが初めての経験でも、ソラ君はそうじゃない。私たちと同じ感情を持てというのも押しつけがましい話だぞ。それもそうだね。ごめんね、ソラ君。この学校、お前らと一緒に遊べてすっごい楽しかった。女子ってもっと話が通じない奴らかと思ってたけど誤解だった。もし来世で性別を選べるなら今度は女がいいと思ったよ。女の子もいろいろ大変だよ。そうそう、隣の芝生はなんとかに見えるってやつ。女の子やるのもこれが大変なんだからさ。カリンだけは言っちゃダメだろそれ。なんだと？現れたな、ジューダー軍団。乙女の心をないがしろにするなんて許せない。聖剣セントバンブーを受けてみろ。チョコ材な、返り討ちにしてくれるわ、仮面剣道。一番仲良しになったのはカリンだったね。そんなことないよ。ソラ君はミナたちみんなと分け隔てなく接してくれたよ。ヤクナ、フーカ、お前も仮面剣道を一緒に見ればよかっただけだ。出てくる怪人がちょっと怖くて私には無理だったかなって。今日で学校最後なんだからさ、見せてくれよ、いろいろとさ。みんなも一度くらい見てみたいよ、ソラ君の盾。
別に今日でお別れってわけじゃないだろう。それに明日と明後日の演目は僕が忍者剣士をやるから、そこで見せてやるよ。そうじゃなくて、私のためだけに披露してほしいんだよ。舞台の上で見せたって同じだろ。全然違うぞ。空くんもまだまだ分かっていないな。明日の舞台、みんなで応援に行くからね。みんなもすっごい楽しみ。楽しかったな、この町。喜んでくれる。あれだけ笑顔の時間を一緒に過ごせたんだから、別れの時も最高の笑顔でお別れしたい。僕のプレゼントで、4人がみんないつまでも喜んでくれたらいいな。